今日はですね、ジャズドラムのソロの基礎練習、それとそれをどうやって応用するかっていうのを過去動画をちょっとまとめてみました。練習、こういう練習するといいよっていうのが最初にあって、で、それどうやって応用するのっていうのをやって、途中でまたワードが増えてくるので、こういう練習、基礎練習、この後の練習してね。で、それからまた、それをこう組み込んだらこうなるよっていうのでですね、全くの初級から、中級者ぐらいまでの、ドラムソロの部分ですね、今日はそういったことをやっていきたいと思います。だから4バースになってるので、詳細欄の方にですね、カラオケも僕作ってるんですね。なので、店舗別で、カラオケがあって、8年のコード進行で4小節ずつアドリブ、ドラム、アドリブ、ドラムっていうのがテンポが100からかな、20ずつどんどん上がってて200超えるまでやってますので、それを毎日毎日自分で、まあ、書いてやってもいいし、なんか今日のワード、少ないワードで頭の中で組みながらそれで練習してもらって上手くなると思いますので、ぜひ挑戦していただけたらと思います。それでは最後までどうぞお楽しみください。ジャズドラムソロって3連符が合うって言ってみんな結構3連符のソロってやりがちですけど、実はピアノとかベースとか、ギターとか管楽器はみんな8分符の弾んだ8分符使えます。で、スネアドラムでやるとダサくなるんでみんな3連符使いたがるんですけど、やっぱり弾んだ8分符使う。ポイントは裏拍にバスドラを入れるということですね。これがすごく大事です。すごいジャズっぽくなるじゃないですか。で、これを、僕は5つの、いろいろコピーした上で一番よく出てくるこれ5つの、ボキャブラリーとして ABCDE っていうのをね、作りました。で、この A をもうずっと連続して練習していくということですね。で、このクロスティックっていうのはこれです。で、ジャズドラムっていうのはスネア、ハイタム、スネア、フロアタム、ミディアムがなかったりするんで、こういう動きで、ドラムソロしていくのがフィリが特に多いですね。スネア、ハイタム、スネア、フロアタムとかアートブレーキーとかもよくこういう使い方をします。なので、これだけで4バースになるので、これをぜひやっていただきたい。で、これ4回ずつぐらいをもう基礎練習として毎日やって、で、これ毎日4回ずつやってたらもう絶対上手くなりますよっていう練習方法です。というわけで、これをまあ4回とやると、まあこうリピートもなしで1回ずつやっていきますけど、これをザザッとやってみますね。1、2、3、4。はい、っていった具合ですね、途中で気づいた方もいらっしゃると思いますが、これ左右で早かったら右左右で割ってもいいですが、クロススティックの時はどっちみち片手で叩かなきゃいけないので全部右手で行ったりします。で、ここは、スネアスネアでもいいんですが、フィリーとかアートブレーキはで使うことの方が多いので1回ずつでタム移動してみました。だからここだけパルスがちょっと違います。でもこの方が使いやすいと思うのでこれで練習してもらうといいかなと思います。じゃあこれでよく聞くのは、じゃあハイハットってなくてもいいですか、難しいんですけどって言われるんですけど、やっぱハイハットは絶対あった方がいいんですね。なのでハイハットにつられてうまくいかない人のために、足の組み合わせっていうのは実は5種類じゃなくて3種類なんですね。B と D は同じ足になりますし、 C と E も同じ足になります。なので、3種類です。ハイハットの前にバスドラがあるパターンと、ハイハットの後に足があるパターンと、両方にあるパターンですね。なのでこれ足だけで練習します。なので1、2、3、4、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 
手はまあ連続してるからね、こうどん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 連続してるから、この方がかっこいいんですけど、でもスペース空けてもかっこいいんですね。なのでこれはここはフレーズを叩いて、でここはハイハットだけになるんです。これでも4バースになります。
といった感じでですね、十分これだけでもドラムソロになるので、こんなシンプルなものでもいいんですね。ぜひ練習してみてください。ポイントは必ず足が裏拍に入って裏で終わります。でないと逆にするとリズムに聞こえますとか、これリズムに聞こえちゃいますね。特にこれなんかはアドさんの、レディメイドとかで使ってるリズムパターンだと思うんですが、こういうリズムパターンに聞こえてしまいます。だから逆にした方が、多分僕はメロディーとリズムっていうのはちょうどなんか相反する形になるとアンサンブルがうまくいくと思ってるので、もちろん一緒に動く時もあるんだけど、例えばメロディーが前半で終わったら後半はヒルイン入れてつなげてあげるとか、要はこうちょうどこうなんか夫婦みたいな関係になってるような僕は気がするんですね。なので、バスドラっていうのは基本的にメロディーとして、要はドラムソロってメロディーだから、メロディーを叩くときはバスドラが裏、リズムを叩くときはバスドラが表になるっていう感じになっています。で、全てが裏の足で終わるので、ハイハットをキープすればね、このハイハットをキープするっていうのはそれ大事なんですよ。そうすると例えばこんなにスペーシーにしても、ここで8バースですからね、こんな感じで、いっぱい間を空けてもハイハットだけキープさせてれば全然平気かなと思いますので、ぜひ練習していただければと思います。まずエクササイズ1ですね。これはもう A だけでできます。なので、4バースですね。こうするとめちゃくちゃ簡単じゃないですか。これで全然いいんですよ。これでね、ジャズのワードなので、他の楽器の人はこれで全然。だからね、なんか無理やりやろうとするから、みんなリズム崩れてぐちゃぐちゃになるだけなので、こうじゃなくて、これちゃんとできてるんですよ。これ A メロ一つのフレーズを提示しました。で、2回にしたらこれフレーズ変わっちゃうでしょ。だからこれで B メロ、読み終わったらこれ A、要は AABA 構成にちゃんとなってるってことですね。だからこれ ABAB 構成にするんだったら、これ書いてないですけど、でも全然変わって、左手も使ってないし、これ難しければハイハットなしでもいいです。誰でもできそうな感じがするんですけど、これがみんなできないですね。これで全然ジャズワードになります。で、このシンコペーションベーシックゼロ、僕が作ったやつね、これを入れると、このモチーフを、あれの中の1小節目を使って、2小節目使ってね、そうすると一つの提示して、それをタドンで終わらせるっていうことですね。語尾をタドンにする。1,2,3,4 だいぶこうもうソロっぽくなってきたと思うんですけど、でこれタドンひっくり返す、先に語尾じゃなくて先にタドンでいっちゃう。だけでドラムソロできるんですね。だからこうフレーズ的にはタドンっていうのが表拍なので、表拍もうその理論的なことはもうあの前のビデオ見てもらえばいいんですけど、まあ表拍で終わらずにもう一個音を付け足すのに足を入れてあげれば非常に簡単にドラムソロができるということですね。で今度、これをだから2拍ずつでやっていきます。なのでタタタンっていうのがまあ音符で言うと3になるんですが、3とタドン、これをタムに移動する。そうすると AA ダッシュみたいなね感じでできる。で全然違うの、タッカタンタカタカでタッタタンタトンっていうのは、タタタンタトンをモチーフにしたらやっぱり AABA の構成にして作ってあげる。タトンの場合はそのまま頭に向かうので、ウッタタンってフィルインはなくて全然いいですねってやると、これだともう超初心者でも全然できてしまうけど、構成までちゃんとしてるわけですね。これもだから ABAB の構成を自分で作ってみればいいですね。でタドンに関してはタッドンっていうのはこれ音階を変えてるってことですね。これですね。だからタッカタン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 、タッカタンタッカタン、これはタドンの音階を変えたものを同じところで叩いてるだけなので、これもシンコペーションする。ワン、ツー、スリー、フォー、頭に向かうので、このダンダンのフレーズ、なんか困ったらダンダンをやる。
なんかいろいろ手癖を持ってる人が最後タンタンとか、それをタドンってやると早い感じ、タッドンってやるとちょっとゆったりする感じっていうのを使い分けてね、語尾をタッドンにしてしまえば、まあ、いきなりちょっと初心者よとか言って難しいことやっちゃいましたけど、自分初心者よって言ってもいろいろロックやってる人とか手動くでしょ、何をやっててもいいんですよ。だからもうロック系のこれあのディープパープルの有名なフレーズですよ。タダン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 ダーダー、これってこれってあのワードの A の音階変えたやつですね。だからこれも、うん、っていう風にね。だからジャズは初心者だけどロックやってたっていう人はいきなりロックのフレーズやると結構みんな嫌がられるんだけど、このように持っていくとタンタンっていうこの音階を変えた A を持っていくと超初心者でも全然叩けるんですよ。だからこう考え方とかこれを作る練習を要はするわけですね。これはもう相手のフォーバースの相手のフレーズ全く拾っちゃいないんだけど、とりあえずジャズワードって喋るっていうのがまず大前提なので、ジャズワードっていうのはこの A とあとこのシンコペーションベーシックっていうののフレーズを使えば全然できますよっていう話ですね。はい、それではエクササイズ1やっていきます。それするとワードの B と A を組み合わせて、これはモチーフ A としますね。ワードはワードを組み合わせてフレーズ、つまりこう文章を作るのね。文章を作ったものをこう重ね合わせていく感じ。だからそうするとね、タッタタドタトン、トトトトトトン、同じものを、まあ、場所を変えるだけで A ダッシュみたいなでしょ。で次はこれは、タトタドタタタト、 C と B を組み合わせて、フレーズ C を作りました。ややこしい。フレーズ B を作りました。タドタドタタタド、ややこしいね。とりあえず AABA って呼びたいから AABA の話だけど、ワード A とワード B とワード A を組み合わせたものと、ワード C とワード B を組み合わせたもので AABA を作ってみました。で、太鼓はスネア、ハイタム、スネアに戻ってフロアタムに行きます。そうすると、めっちゃちゃんとしたドラムソロになるでしょ、ね、こんな感じですね。はい、次いきます。これは、シンコペーションベーシック1のフレーズから流用してきました。タンタン、このタタタドってこれ足で裏で終わってるんで、これもその後空白が使えるんですよ。だからタトンと一緒でタタタド、ワン、ツー、スリー、フォー、タタタド、これはハイハット踏んでれば空白いっぱい使えるからね。一回やってみましょう。タンタンタンで、タドタドン、ワード A から B、 A から A、B、C、D、E まであるけど、ワード A から E までは全部、そのまま放置で、っていう風に全部こう2拍ずつ埋め込まなくて全然いいんですよ。だから放置すればタンタンタタンタタタタと、タカタンタタンタタドタドっていうね、こうこれも AB なんかモチーフ的な ABAC みたいな、なんかこうなんか、うん、なんかこういうのができるでしょ。なんか問いかけ答え、問いかけ答えみたいな感じのねフレーズができると思う。でこれはあのタドタドをワードの C を音階を上げただけです。なのでなんか全然もう譜面面見ると簡単だし、でもちゃんとできてるでしょ。タンドンタンドンがなんか急に音格が上がってアップした感じ。ね、こんな感じでフレーズとしてはこれ結構早いと十分ドラムソロ。かっこいいドラムソロになってると思うんですけどね。こんな感じでワード B とワード3つだけじゃどうもドラムソロできないですねって言われたけど、もう工夫次第ですからね。これはタドトトタドトトはこれはもう基本練習ね。ね。そしたらこの全部クロスティックでかっこいいんで、ワード C と B です。 C と B でしょ。これね。めっちゃ簡単
にできるでしょ、ね、こんな感じですよ、ドラムソロなんてもうちょろいもんですよみたいな、最初に A で放り投げといて、この後半のこの B ワード B の両手、これもうブレーキが、これはもう全然使うんで、これこのフレーズとして覚えておきましょうね。覚えておきましょうってワード B だからさ。でこのワード B っていうのはどこでも、で禁じ手としては両方シンバル。でもこれ禁じ手最後バスドラハイハットにしたらルイスナッシャーって使いそう。ポールモーちゃんとか使いそうね、なんか感じですね。だから要は叩く場所を変えるだけで、今までの人が使わない場所を使うだけでモダンに聞かせてるっていう、それだけの話なんで、ここは A をちゃんと引き伸ばしてみました。タッタッタッと、もう説明あんまりいらないと思いますけど、これだからワード A の引き伸ばし、 A に行って加速しました。でそのまま B 引き継いで、また A のハーフ、あの音階が倍のやつ行って、また戻ってフロアで戻ってスニアにしましたみたいな組み合わせの考え方だけでこんだけドラムソロできるんで、 ABCDE までまだ ABC しかやってないけど、こんだけのフレーズだけで全然いけるんで、ぜひこうやって取り組んで、これ下の段ね、あの空白開けというので自分で書いてみてください。考えて書いて、これこう提示していくみたいな感じだから、埋めなきゃって思うんじゃなくて、空白をいっぱい、だからスティングはね、空白をいかにうまく使う、これが音楽の一番いいとこだっていう、空白、要はサイレンスをいかに使うか、静かな無音っていうのをいかに使うか、これが大事ですね。こういうのいっぱいスカスカ開いてるでしょ、これスカスカ開いてるんだけど、だから他の人も相手がタタタとキャッとか入れたくなるみたいな感じなんですよ。だから埋め尽くしちゃダメなんですよ。だから埋め尽くさないようにスペースをいっぱい空ける。でも表で止まってスペース空くとダメだから、裏拍で止まってスペースを空けましょう。そのためには ABC をしっかり練習しましょうって、そんだけのことなんですよ。ぜひ頑張ってください。めちゃくちゃすぐできるから。オルタネートっていうのが3年の交互。そうすると毎拍ごとに右左変わっちゃうじゃん。でこれを、A スタイルと B スタイルでこのように分けてるんですけど、この A っていうのは何かというと、右左左のスタイル、ミヒヒミヒヒ。で B はミミヒですね。ミミヒ、表が右、裏が左っていうアクセントで統一できるのでめちゃくちゃ楽なんですよ。で組み合わせいろいろあるんですけど、まずこの2つだけで十分だと。でエチュードの練習としては、表4回裏4回、表4回裏4回で、だんだん短くなって、表2回裏2回、表2回裏2回で1回ずつっていうふうにすると、こういうエチュードができます。ワン、ツー、スリー。できると、まあ、これだけでもう、なんかシングシングシングのドラムソロぐらいできそうじゃないですか。なのでこういった形の、動きをやるんですけど、慣れてくるとみんなね、これ結構よくロックでも使います。このね、ここの部分使ってるのね、ここの部分を一回使って、右左左右右、エルヴィンもよく使うし、まあ、これはよく使う人、ジャズミュージシャンもいっぱいいるんですけど、これって表からになっちゃうので、まあ、裏スタートの方がジャズらしくなりますよということでですね、これひっくり返してます。BBBBAAAA でやってみると、この練習すると左からスタートする癖がつくのでいいかなと思います。ワン、ツー、フォー。
アドテーラーよく使うんですよね。なのでこの手順ですね。3-3-2で練習しなさいっていうこのエクササイズ僕最初に教えられたんですけど、 A が3回 B が3回で1回ずつだから、まあ、切り替えの練習にはいい。でこれもひっくり返した感じ。こういう使いやすいかなと思います。で、これ全てがですね、これタムに移動する、っていう練習ですね。右のアクセント A の時は B の時はをしてください。でこれができたら今度シンバルで、シンバルはハイハットは 2-4 でキープして、バストラはシンバルについていきます。まあ、これを全部この A スタート B スタート 3-3-3-3-1-1 の練習をしてもらえると、まあ手順的に手がこういうこういう表のアクセントと裏のアクセント行ったり来たりで間が3で埋まるっていうのが結構自由にできるので、でこれを例えばそのどうやって使うかって、こういうのと混ぜる、こんな感じで混ぜて使うとうまくいくと思うんですね。頑張ってやってみてくださいね。で、よく使うのがですね、アートブレーキなんか、これはアートブレーキは多分オルタネートって交互にやってるんですけど、交互の場合は全部右からスタートになるんですけど、これこれですね、左右右左、こっからスタートです。ワンツーウこのこっからやっちゃうと、なんか頭から始まって頭で終わっちゃうじゃないですか。なので、裏から始めたい。ワンツースリー、あとは全部表でいいんですよ。例えばウッパーダッタッタッタッダダッタって最初が裏だから全部押されていくんだけど、ワンツースリーフォータッ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 タだと進まなくなっちゃう。で最初にドミノがピッて倒れれば、あとは表でもずっと倒れていくんですよね。なので入りだけこのスタート、これこれはもうものすごいいろんな人がこれで入りますし、メロディーもウッタクタクタタッタとかメロディーもこれで入ることがジャズ多いんですね。なのでこういう使い方ね、これこれはもう覚えておく。なのでこの形でワンツースリーフォー、このここはタタタドっていうのはタタタド、これあのフィリーもやるし、ロイヘンドもよくやるんですけど、このタタタドを5ストロークで、ワンツースリーフォー、こんな感じでドラムソロしてもらうとめちゃくちゃジャズっぽくなるでしょ。なのでこういう、これから入る、何を置いても裏から入る、
アートブレイキのソロを取ってみるとスタートはねもう徹底的にこれで入ってきますね。そうするとやっぱりあとは全部表なんだけど、ブレーキ、あ、ブレーキの場合はでもね全部オルタネートなので全部コルゴで右からスタートして、あとずっと右アクセントですね。ワンツースリーフォー、よく聞くでしょ、ワンツー、よく聞くじゃないですか。ハンク・モブレンのディスガイディングオブユーとかね、ああいうのでよく使ってるドラムソロなんですけど、スタートはもう徹底的にこっから入ってます。うったららら。そしたらあとは全部表アクセントなんですよ。で、表アクセントはあとあっちこっちに移動してるだけなんで、メロディアスに聞こえるということですね。うたるるるるるるみたいな感じで多分頭の中で歌ってるんだと思います。という形で、練習してもらえるとこの3ストロークがジャズのドラムソロに非常に応用できるんではないかなということで、まあ、僕のおすすめ練習方法でした。それではエクササイズ1ですね。まあ普通の通常のこの辺を散りばめたフレーズ、ワード D、ワード A、そして3ストロークでっていう風に裏から入ることが多いです。ね、BB を使ってで E につなげてで、3ストロークで3ストロークを今度は3拍フレーズにして、それからワード D、 最初に出してきたワード D で戻るという形ですね。フレーズを最初出したものがやっぱり後にもやっぱり出てくるっていうのは非常に大事ですね。まずエクササイズでゆっくりやってみます。ワン、ツー、スリー、こんな感じですね。非常に複雑に聞こえますが、やってみると別にワードのこれの組み合わせだけしか使ってないので、この辺の練習をしていただけるとこれぐらいのドラムソロはすぐできるということですね。ちょっと早くやってみます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリかなりかっこいいジャズフレーズになってきたでしょ。こんだけのことで実はできるんですよ。皆さんね、こうドラムソロやってっていうとこのワードの5つと、3ストロークの2つで7つのワードだけ組み合わせてやってみって言うんですけど、結局何年経ってもドラムソロができないです。ドラムソロができない。書き出してちゃんとやってみる。自分で頭のフレーズが思い浮かぶまでちゃんと ABCDE、 そして3ストロークを繰り返すということですね。3ストロークが難しいという方、そして3ストロークよりも実は月に難易度が高いってやつですね。エクササイズ2に用意しました。 A から E しか使ってません。 D、A、B、D、A、E ですね。むしろ、C は一回も出てこないですね。これは、ゆっくりやるとうまあこんだけですね。で、Dで裏からまあこれ手順的にはテンポが速い場合は左右に割ってもいいです。でこれは裏裏なのでフレジャズのフレーズですね。いいやって、これをフィルインで、じゃあこれを、ゆっくりからワン、ツー、シですね。タタドタドン、タタタタドンっていうのがフレーズ。タタドタドンとタドとちょっとフレーズをもじって、まあ、同じことを2回やってるので聞きなじみもいいですよね。テンポ早くやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。こういった具合ですね。これぐらいのドラムソロの方が逆に3ストローク使うより難しいと僕は思います。じゃあそれは逆に3ストロークばっかりね。そうすると A、A、B、B、A、B、E、
で、今度裏から入って、最後はまあなだれ込みで、裏から入って BABABBA ですね、ゆっくりやるとこっちのが全然2番より簡単ですよ。はい、それではこのワード A も B も C も D も E も足で裏拍で終わるので、この後スペースいくら使ってもらっても全然いいんですね。だから例えばこう長いドラムソロなんかの序盤戦だと、こうやってなんか自分で問いかけて、でなんか答える。まあ今適当にやりましたけど、こんなことも非常に簡単にできますよね。だからこんだけのボキャブラリーが、7つのボキャブラリーがあればいくらでも喋れるので、その何をしたらいいかわからないって言ってる人の気持ちがわからないでもないですけどね、僕も対処できなかったからね。なのでこれを普通に単移動して、今までの3つのフレーズって実はスニアとバスラしか使ってないんですよ。単移動をちょっとだけ入れてみました。そうするとちょっとカラフルな感じになります。やってみましょう。ワン、ツー、スリー。まあ、タムがちょっと入るだけね。ワン、ツー、ワン、ツー、ツー。はい、というわけでですね、この7つのフレーズをいろいろ使い合わせて自分で組み合わせたりとかですね、まあできれば適当に並べるよりかは、タドと、うん、タバダドウッパダドダドデブデブディドみたいな感じで自分で思いついたように、歌が思い浮かぶようにして前から順番に書いてって、それを体にインプットする。いろんな組み合わせをいろいろ毎日こう4小節作っていけば、ホーバーさんが全然怖くないですからね。こういったフレーズで、この8小節になったら8小節で組み立てよう。要はこう自分の歌が歌えるような感じ。こういうアイデアをいっぱいこうな、このプリントでお渡ししているので、この辺をいっぱい組み合わせていただけるだけで、ステージ3までいけばね、かなりイエイって言われると思いますよ。ライブハウス行ってね、セッションなんか行ったりとかすると、この7つのフレーズを結構これだけ使いこなせてると、ドラムソロでかなりイエイって言われると思いますね。だからこうああだこうだってタイムずれるよりも、こうシンプルなことをやりながらハイハットを一定にして、ドラムソロができるようにするっていうところですね。これ中級者の方に非常にいいと思って作ってみましたが、ぜひご活用いただければと思います。じゃあ A と B は、アクセントがないところは、例えば A が続いているときに、まあ、A'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 B、 こんな感じで A と A'B' っていうのを作ってあります。で、真ん中が、アクセントがないものは真ん中抜いてしまってというふうにやります。
そうすると、たったつくたっていうフレーズは、C と B を合成すればたたんたのフレーズがというのができるということですね。で、今回は、ワード X っていうのを勝手に作ってみました。 X はよく使うんですが、足が裏の2拍3はちょうどシンコペーションする位置に入るので、ここら辺を、しっかり使っていただければかっこいいソロができるかなと思います。それでは、実際のフレーズをエクササイズからやっていきましょう。はい、エクササイズ1ですね。これに関してはですね、3ストロークとオルタネートの使い分けということで、まず2段目に書きましたが、3ストロークで叩くとこうで、オルタネートで叩くとこうなります。これってテンポ速いと分かりますが、圧力が要は間が全部埋まってるっていうのと、全体的な音量の圧力が絶対上がるので、後半にオルタネートを持っていくと非常にこう頭のクラッシュに向かいやすくなります。なので、このエクササイズは前半を3ストローク、後半をオルタネートで使いました。3ストロークの場合はこのフレーズの最初の2小節のとこはこれよく使うんですね。こうやって入ってくるんですね。で、3ストロークの A を続けるときはこれってオルタネットだとすごい難しくなる。3ストロークの方が簡単な手順っていうのはこの表拍の移動ですね。で、裏拍も、これはオルタネットでもいけるんです。こういう形の、スタイルだとちょっとオルタネットの方が難しいということですね。で、2小節目はこれはさっきやったっていうところね。で、この次が、シングルだとこれ、3ストロークだとややこしくなるんですね。だからシングルの時の手順でバックスローチとかよく使うフレーズですね。これオルタネートのフレーズに使っています。そうするとっていうのとフレーズ的には一緒だけど、やっぱ圧力が違うっていうふうに、分かりやすいように作っておきました。最後の段はオルタネートの時に特にフィリーが最後のちょっと暴力的なフレーズみたいな感じで使うことがあるんですね。三連符を両方手に割るみたいな感じですね。これはもう3ストロークで絶対できないので、ということで、3ストロークの、非常に使いやすいフレーズと、オルタネートで使いやすいフレーズを混ぜたフレーズを作っておきました。ではまず、ゆっくりやってみます。ワン、ツー、スリができますね。はい、そしたら次はですね、ワードの X を使ってみました。このでこれ3拍目でよく使うので後半作ってみましたが、で最初に、一旦1回2小節目でこのフレーズを提示しておいて、3小節目4小節目でそれを展開するという形で作ってみました。やってみましょう。ワン、ツー、スリー。
はい、ワード X かっこいいですよね。これ、いろんなところで使えるのでぜひ使ってみてください。ワード、X の後は間を空けた方がまあありですけど、これシンコペーションするので。このように空白を開けた方が使い、かっこいいですね。はい、エクササイズ3です。これはテンポがゆっくりの時なんかに使っていただきたいんですが、こういうテンポの時に、3連のフィールだけだと、どうしてもこうなんていうか重たい感じがするのでバリエーションがない感じです。間の埋めるのをダブルにします。これが3小節目です。間のノーアクセントのところを全部ダブルにしたんですね。で、2小節目はこれはインワードパラレルです。要は真ん中を2つにして、要は真ん中をダブルにして16にこうクオンタイズというか16にこう整地すると、アクセントとしては同じなのに、ちょっと倍点に聞こえる。そうすると同じモチーフを繰り返しているのに、なんかこうスピードが上がっていくみたいな感じ、スピードの切り替えが行われるっていうね。これ3つやってるけど、例えば、3連とそのインワード、3連とインワードみたいなやつでやると行ったり来たりする感じになるし、3連と、間のダブルっていうのをやっていくといろんなバリエーションができると思います。はい、最後ですね、最後エクササイズ4はですね、ブレイキーのフレーズのパターンで、これはもうブレイキーがこれを始めると最後のテーマが始まる、タラララドゥルババのフレーズの最初に、もうこれ曲を言わずとも、まあエンディングは曲、最後の曲が終わりました。そしたら、タラララドゥドっていうのが始まると。これ、他の曲でもやってますけど、これ結構ブレイキのきっかけなんですね。だから、ってやると次の曲になったりとかするんですけど、こういったところですね。で、これは、カール・アレンに似てた。カール・アレンはもうアートブレイキ大好きで、ずっと後ろ真後ろで見てたんで、で、手順的にはなんか左からのオルタネードって言ってたね。やりにくいんですよね、非常にね。なんで、やるとしたら3ストロークだと、ダルダダンっていう形になるんですが、やっぱブレーキはオルタネートだと思うんですよ。だからなので右からのオルタネートが非常に下っていくとしてもやりやすいかなと思います。というわけで、4つのエクササイズをやってみましたが、こんな感じで組み合わせると、非常に、複雑なフレーズが、まだまだワード実は本当はあるんですね。ステージ4のから5に向かってですね、まだワードがちょっとあるんですけど、まあ、それちょっと置いときまして、このステージ4までのやつをここまでやってもらうと、どんどんコピーできると思うんですよ。なので、こう、どんどんコピーしていただいて、もう、こう、あ、こう、ここはワードで、ワードで処理できるとね、やっぱり2小節単位でバーってこう書き取っていけるんで、これがもう、聞き取ったやつのタイミングで1裏、2裏って考えてたら、もう正直間に合わないんですね。だから、こういうボキャブラリーを覚えて組み合わせていくって練習をすれば、逆に聞いたときにボキャブラリーで捉えれるっていう形になると思いますので、ぜひ頑張っていただければと思います。はい、というわけでどうだったでしょうか。良かったという方はぜひぜひ、私のチャンネルのですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。制作のモチベーションになりますので、ぜひ、登録のボタンといいねボタンよろしくお願いします。